お話を伺うのは大久保拓人さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは本日のお題をお願いいたします。本日のお題はですね、五章の一大事と。あの五章ですからお助けください。そうです、そうです、その五章です。あの一番奥の方が本願寺の八代目の蓮如上人という方ですけど、はい、この蓮如上人という方が何度も何度もこの五章の一大事ということを言われるんですよね。そのどういう意味なんですか。今日から後どう生きるのか。五章だからお助けくださいという五章は、はい、おそらく死んだから死んで後行く、はい、行き先のことでしょう。あ、なるほど。でもその五章の一大事の場合の五章っていうのはそれも入ります。それも含まれてるんですけどね。一つは今日からどう生きるか。なるほど。そしてもう一つは死んだ後にどこに生まれるか。今から先の一大事、はい、今日からで何ですか。今日から先どういう生き方をするかですよね。思い通りになりたいというのが私たちの願いですよ。いろんな問題を抱えて思い通りにしたいけども、うん、思い通りにならないことの方が逆に多いぐらいでしょ、うん、そうなんですよね、うん、思い通りにならないときに何が出てきます。愚痴不満。そうですね、うん、まずはため息なんですよ。ああ僕何回ついてるかな人生でため息って、うん、ため息ですよ。できるだけあの僕の中ではいやこれは深呼吸ですっていうようにしてるんですけど、うんうんうん、やっぱため息ですね。ため息です、はい。まあ、ため息なんか可愛いんです。その次に出てくるのが、この先ほど言われた愚痴ですよ。愚痴で愚痴もう何百回言ってきたかな、うん、僕人生の中で。愚痴で済まない時には、恨み事が出てきます。仏教では煩悩と呼んでるんですよね。 そうですね、うん、煩は患うでしょ。患うとは体の問題なんですよ。なるほど。生まれたからには必ず年老いていく、うん、できてたことができなくなっていき、そうね、覚えてたことが思い出せなくなる。そうね。さあ最近ずっとには思います、はい、それまだまだこれからです。いや本当ですか、はい、そして大なり小なり病気をし、うん、そして死んでいかねばならない、うん、これが人間に生まれた患いですよ。これを煩です。避けられないですね、はい、うん、脳の方は悩みでしょ。なるほど、悩みはだから心の問題ですね。あ、心は愛する人と別れが来れば苦しいんです、うん、逆の嫌な人と出会っても苦しいというのがあります。うまくいかないもんですよね、うん、なんかね、はい、好きな人とは別れてしまい、うん、嫌いな人とは出会ってしまいみたいな、うん、はい、逆だったらどんなにいいことかって、はい、そうですね、うん、愛と憎しみの中でだから生きていかねばならないんです。さらに欲しいものが得られないと苦しいんですそうですね、はい、あれもなんかこう欲しいという気持ちさえなくそうかなくしたいと思ったりもするんですけど、欲しいものは欲しいんですよね。欲しいんですよ。さ、あの今欲しいもの何かありますか。今欲しいのはですね、自由ですね。住職もしてますし幼稚園の園長もしてますんで、平日はあの幼稚園もあるし土日はご法事あるし、あのもしかして今って愚痴ですか。あ、まあ、半分ですそうです、そうです。でさらに手にしたものが今度は邪魔になることがあるんですよ。だからあればあることに執着するし、うん、なければないことにまた執着する。なんか人間って何でもそうなんですよ。人間って面倒くさいですね。はい、そうやってこうずっと整理していただける、はい、夫婦の関係もそうですし、親子も兄弟の関係も友達の関係も親戚もそうなんですけど、全部その愛と憎しみと当然あるかないかで。親鸞っていう方はですね、そのことを知れって言ったんですよ。煩悩知りなさいと、煩悩であるということを知るんだと、それを知らないから愚痴や恨み事が出てくるんだと。なるほど。その煩悩を煩悩ごとあなたを救おうという阿弥陀様の本願を聞きなさいと。だから私たち浄土真宗はだから愚痴や恨み事を言っちゃいけないと言いません。それを念仏に変えていくんです。何万何仏と。なるほど、はい、ちゃんとそれはそれで受け入れた上でこれを念仏にすり替えていくんです。そうです。グッと、はい、
じゃあもうため息をつきそうになったらため息とともに名前出すと言えばいいってことで、まあ、そうです、言ったらそうです。その親鸞と絵師にというご夫婦はですね、はい、うん、そういうふうな生き方をしたご夫婦なんですよ。お互いのことを菩薩と言ってますから、うん、私にとって奥さんは、うん、私のてご主人は菩薩の生まれ変わりですってから、当時だからお坊さんってが結婚するっていうこと自体がもうレボリューションというか、まあそうですよね、革命的だったことなんですよね、はい、いわゆる日本の仏教というのは代表的な宗派が16と言われてますけど、うん、16の宗派のそれぞれに当然宗祖がおられるんですけども、うん、この中で結婚したのは、まあ、基本的には親鸞上人だけです。親鸞という方はあえて結婚という道を選んでいった方なんです、うん、あえて選んだんですね。あえて選んでいった、うん、それはなぜでしょうね。あなた方でも必ず念仏一つで救われる世界があるのと、特別な人が救われる世界はないと、うん、それを示すために結婚という道を選んで、で子供が、まあ、諸説あるんですけど6人生まれるんですけど、6人のお子さんのことで随分このご夫婦も悩んでいくんですよ。へえ、はい、みんなと同じ条件になる、うん、そうすることでみんなと同じ悩みや苦しみを抱える、うん、そうですそうです。そうなった時の対処法を自ら実践すると、うん、親鸞上人は念仏を家庭の中に求めていた方なんです。どんな家庭にも悩みが尽きないわけですから、それを自ら体現することによって恨み事や愚痴を何万な仏と念仏に変えていった、これが親鸞という方の念仏だと私は思います。恨み事を言いながら生きていく人生と、うん、愚痴を愚痴と知り、うん、何万な仏という人生は私は大きく違うと思います。それが五章の一大事であると一つですね。これからの人生の大きな出来事、はいはい、一大事なんだったと、はい、全てを念仏に変えていこうという、まあ、そうですね。そして、うん、いつの日か分かりませんけども、やはりいつか命が尽きる日が来るんですよね。そうですね、死ぬ日が来るんですよ、うん、死にたくないですね。死んだという方はですね、こんなこと言ってます。名残惜しくと思えども、うん、シャバの縁尽きて力なくして終わるとき、かのどえは参るべきなりと、こんなこと言ったんです。かのどえ、かのどっていうのは浄土のことです、はい、なるほど、はい、名残は尽きないけれど、うん、シャバの縁が尽きる日は必ず来るんですよね、うんうん、その時は力なくしても終わっていく、うん、その時は阿弥陀様の極楽浄土と生まれさせていただきなさいと、それがその五章の時代のもう一つです。だから死んだ後どこに生まれるか、永遠に会うこともないし話すこともないし、ただ忘れられていくだけと、うんうん、それで住む人はそれでいいんでしょうけど、うん、私はそれでは住ませたくないです、うん、この方々は阿弥陀様に抱かれて極楽浄土に生まれ、うん、同じようにいつか私も行かせていただこうと、うんうん、そしてまたいつの日か浄土で会わせた再会させていただこう、うんうん、そういう願いを持ちながら生きていかないと生きていけないですよ私は。それがなんかその明日への希望であり死んだ後への希望というか、そうですね、はい、これがいわゆる五章の一大事という、そうですそうです。そして三つ目の五章の一大事は、死んだ後に残していくものが多いでしょ。私が死んでいくいつか、うん、その時にその後に残していくものがどうなっていくだろうと、うん、阿弥陀様という仏様は別名無量寿仏と言いましたね。無量の寿は命っていうんですよね、うん、無量の寿命を持った仏様なんですよ。阿弥陀様の寿命というのは無量なんですよ。かかることができないほど長い、はいはい、ですからどの時代の人であろうと、どこの国の人であろうと、必ず救うと言ってるのが阿弥陀仏の願いですから、うん、ですからあなたのおじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんたちはみんな私が救うてきたと、うん、あなたの身に何かあったら必ず同じように救う、うん、そしてあなたにの関数まつわる子供、まあ、奥さんや子供や、うん、いつかそれから先の子孫、うん、いつの時代の人であろうと必ず私が救うとこう願ってくださる、うんうんうん、そういう思いがあれば、もし万が一自分が死んだとしても残された人たちは阿弥陀様が救ってくれる、はい、見てくれるから大丈夫だと、そうですそうです、安心につながる、簡単に言ったそうです。ですからこの100年前にこのお寺本堂を作ったわけですけれども、はい、100年前のいわばご先祖さん方は そういう思いで作ってるんですよ。ね、自分が助かりたいということだけで作ってるのではなくて、自分が死んだ後も子供たちや孫たちや子孫たちが同じように念仏を聞いていけるような道場を作りたいと。わかりました。じゃあその愚痴とため息をとりあえず僕念仏変えてみます、うん、練習してみます。お試しください。そうですね、はい、とってもジーンといたしました、いえいえ本日はどうも、あ、どうもどうもありがとうございました。どういたしまして。